ジェラルディン・フィッツ・ジェラルドはアイルランド出身の女優。生まれはアイルランドダブリンの南にあるウィックロー兼グレー・ストーンズ。おばのセイラ・リチャーズが女優をしていた影響で1932年に地元ダブリンの劇場で女優人生を歩み始めた。1934年にロンドンに移りイギリス映画に出演した。すぐさまイギリス映画界で一番有望な若手女優となる。 この時期の一番の成功作は、フロスカハンの水車場。ワーナーブラザースのラインの監視と20世紀フォックスのウィルソンに出演するが、頻繁にスタジオのマネジメントと意見がぶつかったり、その結果として仕事をもらえなくなったりと、順調に進まなかった。1940年代には、精力的に仕事を続けたが、どんどん小さな役しか与えられなくなっていき、 女優としての勢いを失い始めた。1946年にハリウッドを去り、ニューヨークで百貨店オーナーのイジドア、ストラウスの孫、スチュアート・ストラウスと結婚した。映画、ソエビル・マイ・ラブのためにイギリスに戻るが、アルコール使用障害の浮気者という役に対して激しい批評を受けた。百五十一年にザ・レート・エドウィナ・ブラックに出演した後、再び、 アメリカに渡った。1950年代には映画に出演する機会がほとんどなかったが、1960年代には性格女優としての存在感を示し、人気を回復した。この時期の作品には、ズール族の襲撃、父や、レイチェル・レイチェルがある。後期の作品には、オーストラリア映画協会の最優秀女優賞にノミネートされた、ザ・マンゴー・ツリー、ミスター・アーサー。 ポルターガイス・トニガール。1940年代から舞台に出ることが増えていき、1971年の夜への長い旅路の再演で高い評価を得た。また舞台演出家としても成功した。ブロードウェイでの業績の一つとして、1982年にマスアピールの上演でトニー賞にノミネートされたことが挙げられる。女性演出家でノミネートされた。 最初期の例である。アルフレッド・ヒッチコック劇場や、ロバート・モンゴメリー・プレゼンツ、ネイキッド・シティ、セント・エルス・ウェア、ジョ・ケージ、キャグニー・アンド・レーシーなど、テレビにも頻繁に出演した。1989年には、ゴールデン・ガールズのゲスト役で、エミショー賞にノミネートされた。バー・ブラスト・ライサンド制作による自分のテレビシリーズ、マーベル・アンド・マックスのパイロット版に主演するが、 成功しなかった。1990年、ストリートソングスというショーでキャバレー歌手としての活動を始めた。このショーはブロードウェイで3回の公演が成功し、アメリカの PBS テレビで特別番組が作られた。テレビへの貢献によって、ハリウッドのウォークオブフェームに認められた。場所はハリウッド大通り6353である。2005年7月17日。 ニューヨーク市マンハッタン区で死去。91歳。アルツハイマー型地方を患い、長い闘病生活を送っていた。二人の子供がおり、娘のスーザンと息子にマイケル・リンゼー・ホックがいる。マイケルはビートルズの映画、レッド・イット・ビーなどの監督として知られる。また、彼女は女優たらフィッツ・ジェラルドの大ーである。いとこに、渚にてで知られる作家ネビル・シュートがいる。 ありがとうございます。